アキト、ありがとう。あ、なんだよ急に。いや、またお前の大事な夢を教えてもらったなと思って。叶えることは難しい。つうか、さすがに無理そうな夢だけどな。まだわからないじゃないか。タイガさんも一緒にコルに来てくれるようだし。まあな。やっぱダメだ。え？いや、今の俺かなり浮かれてるだろ。いくら憧れのライブハウスに行くっつってもこんな浮ついた気持ちじゃ。そうだろうか。憧れは悪いものじゃない。ましてや夢を持つことは、どんな時でもまっすぐ進み続けてきたアキトならわかるはずだ。それはビビットストリートの多くのミュージシャンが手の届かない馬鹿げた夢だと俺たちを笑ってきた。それでもアキトは一度だって自分を曲げなかった。だからこれまでのご褒美だと思ってアキトにはもっと純粋に喜んでほしい。わーいわーいってか。ああ、珍しい姿にあずさわと白石は驚くかもしれないが。驚くどころかドン引きするんじゃねえの。けどまあ、ありがとな。お前がそこまで言うならしばらくは浮かれたままでいてもいいかもな。ぜひそうしてくれ。俺にとっても珍しいアキトが見られて楽しい。はあ？お前な。